ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくわ。今回のテーマはこちら。スパロボインパクト第2部宇宙撃進編最も活躍した機体ランキングトップ10ね。主人公がエクセレンの時だな。今回はその第2部に登場する機体をランキングにしていくわ。第2部だとグレンダイザーやガンダム試作1号機あたりが活躍してたイメージだぜ。そうね、まあそのあたりもランキングに入ってるかもしれないわね。今回もすごく楽しみだぜ。それでは早速行きましょう。第10位はバイスリッター。宇宙編では第1話から最後まで使うことができる機体ね。早速主人公機が来たな。この機体は単体で見れば正直そんなに強くないわ。え、そうなのか。思ったより避けてくれないし、走行も低いので突っ込ませるとすぐに落ちちゃうわね。改造費が高い割に最大火力もいまいち高くないし、短期無双するタイプではないわ。なんか不憫だぜ。ただ、そこは使いよう。エクセレンの援護能力の高さを活かしてサポート役として立ち回れば、雑魚でも硬いインパクトの敵に効果的にダメージを与えていけるわね。メイン武装のオクスタンランチャーが E モードと B モードで消費が分かれ、継戦能力が高いのもポイント。パーツスロットが3つあるから補強できるのもいいところね。しっかり活躍できそうだな。というより宇宙編の序盤は戦力的に使わないと厳しい感じね。性能を発揮できればクリアターン短縮にかなり貢献できる機体だから、使いこなせるか腕の見せどころよ。9位はゼータガンダムね。定番の機体だな。今作はルール化が乗って早めに加入するわ。傲慢隊員も認める性能ね。宇宙陸の地形適性が S と高く HP も高めでシールド持ち。主武装のハイパーメガランチャーは射程が長いし火力もそこそこ。バランスよく頼りになる機体ね。運動性も低くないしな。あと他シリーズだと後半追加されることが多い武装。ウェーブライダー突撃が最初から使えるわね。フル改造で4650とモビルスーツらしからぬ高火力なんだけど。ニュータイプ専用武器でパイロットを選ぶ上に消費 EN が110と激重。気力も130必要と使い勝手は良くないわ。ロマン砲って感じだ。活躍させたいなら EN の改造はしたいわね。宇宙マップは HPEN 回復効果のある補給ポットがあることが多いから、その上に居座って、ハイパーメガランチャー撃ちまくるって戦法がかなり強いので、位置取りを意識して戦ってみるのがおすすめよ。8位はライディーンよ。ここでスーパーロボットが来たか。今作のライディーンはとにかく万能ね。宇宙と陸の地形適性が S。射程が長くて弾数性のゴッドゴーガン。最強武器のゴッドバードは低燃費。スーパー系では珍しいシールド持ちでパーツスロットは3つと豊富ね。全体的に隙がない感じだな。最大の特徴はアキラの特殊能力粘動力。毎ターン SP が 20% 回復するから開幕からどんどん精神を使っていけるわ。いきなり気合使って必殺技を打てるな。まあ、ただ攻撃力はスーパー系にしては若干低めの数値になっていて、ゴッドバードはフル改造しても3900。ちょっと寂しい火力だな。今回はゴッドボイスはないのか？そちらは銀河決戦編までお預け。なので、射程を生かした援護役が主な役目になるわね。シールドを生かして敵陣に突っ込んで、ゴッドバード連発で、雑魚を蹴散らすのもありね。スーパーロボットらしい戦い方もできるってわけだ。ただ、このライディーン、シールドが切れたら意外と柔らかいわ。油断するとあっさり落ちたりするから過信しすぎない運用が大事よ。注意するぜ。第7位はザンボット3よ。第2部の序盤から自分に加わるよな。フル改造時の攻撃力は特別高くはないけど、すべての武器が射程2以上で切り込みが得意だわ。攻撃を弱中強で選択できるから、余ダメージを調整しやすく撤退ボスの削りにも優れるわ。グラップコンビネーションも射程は1、2で短いけど、かなり使い勝手はいいしな。そうね、あとザンボットバスターが長射程 P 属性でとても便利。移動力も7あって、カッペイが加速を使えるから縦横無尽に駆け回れるわ。空も飛べるから快適ではあるな。宇宙 S だけでなく陸 S なのも地味にありがたいわね。必殺技に関しては燃費が悪いのが欠点ではあるわ。タイボスでも援護要員として活躍できるけど、援護攻撃を覚えるのが若干遅く回数も少ないのが難点ではあるわね。確かに、イオン砲は EN70 も消費してしまうしな。防御面は、装甲こそ他スーパーロボットに比べれば低い方だけど、HP は戦艦を除けば自分最上位級で底力との相性が良くて、盾はないものの見た目以上に粘り強いわ。HP は改造すると1万を超えてくるから、装甲も数値が低いとはいえ、盾役で使うんなら強化パーツなどで補っていけば、なんとかなりそうではあるぜ。そうね、援護攻撃と援護防御はレベル30にならないと覚えないから、第2部で使うときはある程度の改造をして、盾役に回したり、ボス級の敵には距離を取って、
イオン砲やムーンアタックを打つのも手ではあるわ。合併が熱血を覚えるのがレベル20と早い方だから、第2部はその運用が良さそうだな。第6位は断崖王ね。第2部のシーン8で参戦するな。他のスーパーロボットと比べて初期の攻撃力が低いけど、ロールの超能力で攻撃力補正がかかるわ。超能力はどんな効果だったっけ？レベル4以上になるとレベルに応じて回避と命中が上がって、レベル2以上からはレベルに応じて武器の攻撃力が上がるわね。なるほど、だから攻撃力がちょっと低いところがあるんだな。補正の加わったサイキック残の火力は必殺級で援護を絡めればボスクラスも、逃がさず落としていけるわ。頼りになるぜ。確か断崖王は第2部で、スパイラルナックルが入手できるんじゃなかったか？そうね、正確には第2部のシーン12で、スパイラルナックルかシャザーラが登場する。アイザムザサードのどっちか手に入れることができるわね。撃墜するか説得するかのどっちかだよな。アイザムザサードとシャザーラはサポート能力が高いから、どっちを取るか悩ましいのよね。ただ、スパイラルナックルは射程が7もあるから、入手すると断崖王の使用感がだいぶ変わってくるわね。射程が7もあったらだいぶありがたいな。EN 消費も40しか使わないから、コスパも悪くないわ。でも、スパイラルナックルを使うための気力が120必要で、EN を改造しても323にしかならないから、強化パーツで補うか途中で補給要員が必要になる可能性があるわね。改造段階が9しかないから、そこは厳しいところではあるぜ。まとめると遠近両方に対応可能で4人乗りで精神も豊富。正直めちゃめちゃ強いんだけど。だけど、終盤に地上編の方に行っちゃうから宇宙編ランキングではこの順位ね。大事な時にいないの辛いぜ。その分地上編は楽になるから、ね。5位は弾空がね。中盤あたりで合流する感じだったな。今作の弾空がは数値で見るとちょっと残念な印象になるかしら。装甲が薄くて HP も低いし、EN も伸びない。攻撃力も他のスーパーロボットと比べると一段落ちるわ。これは厳しそうだな。安心して、マリサ。弾空ガニはそれを補うだけの力があるから、いろいろと準備は必要だけど、強烈な雑魚チラシアタッカーとして大暴れすることができるわ。マジか。硬くて面倒な雑魚が多いインパクトではありがたすぎる存在だぜ。気力130以上でダメージ 1.2 倍になる野生化の発動と、隠し武器のアグレッシブビーストを取得する前提にはなるけど、高火力で射程の長い P 兵器を使って敵部隊をガンガン落としていけるわよ。4人乗りで気合持ちが3人いるから気力上げがそこまで辛くないのもいいな。弾空砲の射程が長いから援護役としても活躍できるんじゃないか？性能的にはその通りなんだけど、メインパイロットの忍が援護攻撃を持っていないのよね。重戦地帯らしいな。幸いインパクトでは、スキルコーディネートシステムがあるから取得することはできるわ。援護攻撃技能はレアだけどね。考えどころだな。精神のラインナップも豊富だし、別の運用法でも活躍できるポテンシャルはあると思うから、いろいろ試してみるのはありよ。第4位はガンダム試作1号機フルバーニャンね。この機体は序盤からの参戦だよな。改造段階が高くてパーツスロットも4で第2部の要になるわね。強化パーツが4つも装備できるのはありがたいな。フル改造 CV アップユニットを装備したビームライフルは、多機体の必殺武器並みの火力を叩き出せるようになるから、早めに武器改造を施したいわ。ビームライフルは最大まで改造すると、3500まで攻撃力が上がるもんな。弾数も12と多い上に P 属性で射程も中ぐらい、高性能レーダーで射程を強化したら、真面目にこれ1本で戦ってける性能になるわよ。便利すぎるぜ。デフォのパイロットの高は防御技能レベルの伸びが悪いから、シールド防御を活かせないのがちょっとネックかしらね。まあ高はガンダム試作3号機よりの性能ではあるよな。パイロットを変更するなら高い防御技能と援護を持っていて、熱血を早く覚え、統率も持つバニング隊を乗せると良いとは思うわね。隊は技量も高めなんだぜ。耐久面についても V アップユニットなどを用い装甲を少し改造すれば、シールド防御で雑魚からの攻撃なら0ダメージに抑えることも可能よ。弱点らしい弱点がないな、いいぞ。まとめると、最初期から部隊にいて、改造すると超強くなる便利な機体。って感じかしら。エースクラスの活躍してくれそうだな。たびたび光の出撃で強制的に乗り換えが発生するからそこだけ注意してね。第3位はフルアーマー100式回ね。これは確か隠し機体だったんじゃなかったか？第1部シーン3で強襲を1を2番目に選んで、ガンダム試作2号機の HP を 40% 未満にして、そして第2部シーン6の探求者で熟練度が低いと、宇宙要塞ソロモンマップ内のコンテナで手に入るわ。まさかの第1部でも入手フラグがあるんだな。
そうね、第一部でフラグを達成することで、ソロモンに核を打ち込まれることを阻止できて入手可能になるわ。ただ、熟練度も上げすぎると機体が変わるんだな。熟練度を上げすぎると百式界になってしまうから、上げすぎには注意が必要だわ。フルアーマー百式界も入手はかなり広範だけど、その分性能はかなり強力よ。どんな性能をしているんだ？機体にビームコートが備わっているのと、武器も豊富に揃ってるわね。最強武器のメガ粒子砲は4650とかなりの攻撃力を誇るわ。これは大抵のスーパーロボットの必殺武器よりも高い数字よ。ちょっとおかしい火力だよな。EN 消費も20しか消費しないし何か間違ってそうな性能よね。さらにマップ兵器も持っていて、戦況に応じた対応ができる万能ユニットになってるわ。強力な攻撃を持っていて、マップ兵器も備わっているのは、さすが隠し機体なだけはあるぜ。地形適応は陸と宇宙が S だから、その地形で力を発揮していくわね。パイロットのクワトロと組み合わせると、トップクラスのユニットになるわ。クワトロ自体が優秀な能力をしているからな。精神コマンドも実用的なものが多くて、クワトロと組み合わせておけば、まず落とされることはないと思うわね。ちなみにクワトロは援護攻撃を持っているから、活用していけば大抵の敵ユニットは1回の攻撃で撃墜できるわよ。さすが百式とは相性がいいな。もはや普通の百式とは別物って性能だけどね。第2位はコアブースターよ。やっぱり、コアブースターは入るよな。第2のシーン20の新たなる新薬の手でコンテナの中から手に入る機体ね。スパロボインパクトは弱い機体ほど改造段階が多く設定されていて、結果、フル改造すればメインどころよりも強くなるという下克上システムなんだけど、その中でも1、2を争う出席体がコアブースター。性能面は運動性が無改造で115もあって、フル改造すると166にもなるわ。かなり避けまくるユニットになるな。武器も最大まで改造するとメガ粒子砲が3800まで伸び、EN10 消費で連発してくる悪魔のような機体とかすわ。射程も長いしえげつないよな。パイロットは主力吸入タイプを乗せれば、それだけで避けて当てるユニットになるから、受動あたり乗せると無双できるわ。突破口を軽々と開いてくれそうなイメージだな。おまけに補給装置で他の機体が EN 消費の激しい攻撃を出しても、すぐに補給して前線に復帰できるから、かなりの高性能ユニットだわ。サポートまでできるんだな。それに、強化パーツが4つ装備できるから、V アップユニットを積めばさらなる化け物機体になるわ。V アップユニットは他にも装備させたい機体がいるから悩ましいけど、他に回す分を外してこっちにつけてもいいかもしれないな。それだけの価値があるわ、コアブースターという機体には。栄えある第1位はグレンダイザーよ。やっぱりグレンダイザーが上位に来ていたんだな。グレンダイザーも序盤から使用できるからありがたいわね。第2部だと火力不足&耐久力命の本作における貴重なダメージソースになるわ。武器攻撃力自体はスーパー系にしては高くないけど、地形適応が宇宙突起 S で、燃費はすこぶる良好よ。変形形態は移動力が上がる上に雑魚戦もこなせると、およそ必要なものが濃縮された有料機体になるわ。スペースサンダーも気力105で EN 消費30で撃てるし、ダブルハーケンも気力115で攻撃できるのはありがたいぜ。しかも走行フル改造時の1900超えは、全機体の中でも最上位で、アルトアイゼンリーゼをわずかに上回るわ。HP も1万を超える上位組になるわね。敵陣に短期で飛び込んでも大丈夫そうなタフさだぜ。なるほど、しっかり改造すれば宇宙編ですぐ活躍できそうだな。やりようによっては最初から改造された状態で始められるわよ。どういうことだ？インパクトは地上編と宇宙編両方に登場する機体は、地上編の改造を引き継ぐ仕様になってるんだけど、地上編の地底帝国侵略編ルートを通った場合、切り替を追ってきたグレンダイザーを少しの間使用可能になるから、この時にフル改造すれば、第2部のグレンダイザーは最初からフルパワーで暴れられるってわけ。時系列は気にしちゃダメなやつだな。なるほどな。かなりの有料機体ってことは分かったぜ。でもコアブースターやフルアーマー百式界より上ってマジか？言いたいことは分からないでもないわ。どっちの方が強い機体かと問われれば先の機体に軍配が上がるかもしれないわね。ただ、最も活躍した機体は？と聞かれると、この宇宙の王者グレンダイザーになるのよ。そんなにすごいのか？頼りになりすぎる機体よ。特に宇宙編の序盤はいないとやってられないレベルね。そんなにか。パイロットのデュークフリードは、統率を持ち熱血習得も早いからボスキラーとして申し分なし、速攻クリアとボス撃破で集中力等の強力なスキルやパーツの獲得が可能な、インパクトにおいて、最序盤からその力を発揮してくれるのは本当に助かるの。歴代スパロボでもここまで攻略に影響があるユニットは極めて稀ではあるわね。確かに、そういなそうだ。
援護攻撃と援護防御も覚えるから、グレンダイザーがいるのといないのとでは、戦況がまるで別物になるレベルよ。なるほど、よくわかったぜ。ただ精神コマンドに手加減があるのはマイナスじゃないか。必要ないと思うんだが。大輔さんは優しいから、手加減できるぐらい強いってことで納得してほしいわ。というわけで、1位はグレンダイザーとさせてもらったわ。どうだったかしら？他シリーズだと珍しい機体がランキングにいて面白かったぜ。今回は第2部宇宙撃進編からのピックアップだったんだけど、全体通してみても、インパクトは珍しい機体が上位に来ると思うわ。特殊なスパロボなんだな。それじゃあ、今回はここまでね。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしているぜ。お楽しみいただけたら高評価やチャンネル登録をよろしくな。皆のスパロボへの思いをコメントに残してもらえるとありがたいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。